第39回全国大会、第6回世界大会、いずれも準優勝と悔しい思いをした国分は、今回の第40回大会を高速上ランツキに磨きをかけて臨んだ。国分の変幻自在の攻撃からの高速上ランツキが炸裂するか目が離せない準決勝が始まった。なんと本戦はお互い一度も技を出せない緊張感であっという間に過ぎ、延長戦となった。ここまで来れば技術の差はない。この試合の重圧に耐えられる精神力はどちらが勝るか。延長終了間際に国分の出会いの高速中段突きが炸裂、勝利し決勝に進出した。これに勝てば完全優勝になる泉谷、今年こそ優勝を手中にしたい国分。決勝は5分間2本先取り3本勝負、行き詰まる展開となった。国分、2本目を1本技で奪取し初優勝。39回全国大会、第6回小東杯とともに準優勝で涙を飲んだ国分が、この40回という記念すべき節目の大会で見事優勝をつかみ取ったのである。第40回全国大会優勝、そして第7回第8回世界大会4連覇、世界を震撼させた高速上段突きで再び全日本を制覇できるのか。決勝で対戦するのは宿敵椎名である。5分間3本勝負の決戦は椎名が終始ノーガードで、国分は動かず不気味な展開となった。まるでお互いが刀で構えているような真剣勝負で、どちらかが刀を抜いて技を出した途端切られる、このような展開である。5分の試合時間があっという間に過ぎて、お互いに一度も技を出せない状態の緊張感の中、本戦が終了した。
分け。極限の緊張感の中、再延長になってやっと国分の上段突きが出るようになった。技ありにならなかったものの本来の攻撃が出てきたようだ。ついに国分の高速上段突きが炸裂、一撃のもとに椎名はマットに沈んだ。椎名も最後まで全力で技を出すも時すでに遅し、国分がまたも一撃必殺高速中段突きで全日本を制した。この伝説的な試合が私たちの記憶に永遠に残ることだろう。